2024年3月5日、初めて宇都宮ライトレールに乗りました。実際乗ったことで乗り方や降り方、ライトレール用の信号のことなどが理解できました。また車窓風景を撮りましたのでご覧いただければと思います。宇都宮ライトレールは2023年8月26日に運行を始め、日本国内の路面電車路線としては富山県の万葉線以来75年ぶりの新規開業となりました。乗り心地がとても良かったです。宇都宮駅東口を出てしばらく歩くとライトレール乗り場があります。始発の宇都宮駅東口駅から乗りました。乗るときは緑色のカードリーダーに IC カードをタッチします。現金でのやり方につきましては説明欄リンクのホームページをご覧ください。降りるときは黄色いカードリーダーにタッチします。続きましては信号についてです。電車用信号の矢印がついている場合は進めということです。逆に電車用信号がついていないときは止まれということになります。また宇都宮駅前にはこのような路面電車専用の信号もありました。続いて車窓風景をお楽しみください。目の前の矢印が光っています。進んでいいということだと思います。ここで上り列車とすれ違いです。直線になりスピードが上がってきました。すぐ横を車が走るのも路面電車ならではのことです。最初の駅東宿郷駅に到着となります。